人殿地及び貯水池として用いられた、は水け福山級水道は、かつて、福山城下、現在の広島県福山市において、飲料水を供給していた、浄水道。現在福山市において、浄水道を管理している、福山市上下水道局はこの名称を用いているが、一般には、福山上水の名で知られている。熊が、峰から、北東方向の福山市街を望む、 中央付近手前の山が福山城でその手前が福山駅。1945年福山市潜災街教図。足田川と吉川の位置関係は下地図参照。蓮池は地図中央やや左上の深谷の真の字の下側で、池の右側は幅が狭く描かれているのもわかる足田川と吉川。赤丸が蓮池。上を流れるのが上出川。 下が、下出川。なお地図左上の大々の道が、旧西国街道。吉川と下出川を分流する、丸川分水場福山城本丸と、天神山との間の、小川源那八年、ビンゴ福山藩主、水野勝成により整備された、上水道。主な幹線は、福山藩により、そこから継ぎ足す形で町民により配備された。一般には、 東京都の神田浄水、兵庫県の阿公浄水と共に、江戸三大浄水道と言われている。江戸時代には、尾張藩の御用水、水戸藩の笠原水道と共に天下に名立ちたる、水道と謳われ、福山市水道局は、飲料水用の浄水としては、神田、大見八幡水道、阿公、中津水道に次ぐ5番目の歴史であると公表している。江戸時代以降、 昭和初期から戦中まで一部で用いられており、現在福山市内にはその意向が残っている。日本の都市浄水としては、小田原早川浄水が起源である。一般には、天正18年、徳川栄康が江戸城下に整備した神田浄水が飲料用としての大規模都市浄水の最小とされている。江戸時代以降一国一条令を経て、城は防衛拠点としての意味合いは薄くなり、 政治や経済の中心として、城下町とともに整備されていった。城下町の中には水利に恵まれない場所に建設された、ことから人為的に真水を確保する必要に迫られたため、さらには城下町が拡大するにつれ水の供給量が不足したため、半運営あるいは町民により、上水道が各地に整備された。福山級水道もこの中の一つである。 福山市中心部は古代は海で、中世以降は、乾村が点在した足田川下流に広がる、低地であった。関ヶ原の戦いが終わり、江戸時代に入ると、元那五年古代大名水野勝成がこの地へ入宝した。当時西日本はほぼ戸山大名で占められていたことから、江戸幕府はこの地を、防衛拠点、最国の陳影として、名称の誉れ高い勝成を配置した。 そのため、小暮らに対して、破格の規模である、福山城が築城され、その城下町が整備され、水陸交通の拠点として、拡大開発されていった。ただ、当時この地は海に近いことから、井戸から、良好な飲料水を得ることができなかった。また、この地は、瀬戸内海式機構に属しつゆと台風機以外の、香水は、ほとんどない特徴がある。 そのため、追記及び城下町整備に加え、城下町の西側を流れる大河である足田川の改修含めた治水、灌溉そして、利水事業が並行して行われることになった。福山城及び城下町を整備するにあたり勝成は、加納中山商事を総奉行、小葉敏行らを土工奉行に任命し、自らもその陣頭指揮に当たったと伝えられている。また、 水野市福山藩における土木武神の名武行と歌われた神谷寺部が工事を指揮していたという説もある。まず、足田川から城の堀へ水を引き入れるため、さらに城下町を足田川の氾濫から守るため、蓮池と呼ばれたため池を作り、そこから南東方向にある瀬戸内海へ導く工事が始まった。当初、取水口を足田川岸の本城村、 ウシトラの花で取水するものとして、工事を進めていたものの、現な六年洪水により頓挫し、新たに計画が立てられた。この、キツ川と呼ばれた、洞水路は、まず高崎で取水し、足田川に沿って分流路を設け、本城村二股にあった、上井,井鶴、下井手の二つの井手を越え通信、ハ池から、城山の北側を流れ、城の南東部にある入線から海へと流れるルートとなった。 また、上出でから流れた水は、丘陵際に沿って投進し、深津、吉津、奈良津、比企野の開発を促進、下出でから流れた水は南進しの神の、灌溉用水となった。つまり、吉津川は、城の防衛、地水、利水と福山城下にとって、重要な河川となっていった。そして、破水系を用いて、浄水道が整備されていった。なお、 上手及び下手用水路をはじめ、服部大池や、春日池など、江戸時代初期に整備された、灌漑用施設は現在でも用いられている。現那八年、福山城完成、そして、城下町も福山級水道も完成した。勝成の後を継いだ二代藩主、水野勝利以降の水野市福山藩では、新田開発のための水利整備を行っている。勝利時代に、 土砂災害が顕著となり、以降福山藩では、明治初期に入るまで、収運確保のため春節、延滞などの治水及び、利水事業に気を使っている。この給水道は、江戸時代以降、明治に入っても用いられていたものの、土地化に伴う、施設の老朽化や、水源汚くにより、浄水が不衛生なものとなり、電線病が発生するようになった。この流れにより、熊野ダム、 沢浄水場などの近代浄水道が整備され1925年から現在まで続く福山浄水道が竣工した。ただ、この給水道は一部市民により終戦当時まで利用されていた。また戦後も雑用水として利用されていた。昇法上得ず、ビンゴ国福山城津、幹線の総延長約1 4トルとも、水源は、 福山城の西を流れる足田川を用い、吉川の途中にある波水池を貯水池検沈電池とした。この池にはさらに伏流水からの湧水も流入していたため、干ばつ時でも水は枯れることはなかったと伝えられている。町内への感染ルートは以下の4通り。東南側がビンゴネダから続く入線で城の外堀がつながり町を2分しているため、東西に系統に分かれることになった。 当時は自然流下であったため下流側には放水口も設けている。幹線の要所は、萌え堂と呼ばれた井戸城の中継点が置かれ、これら幹線や萌え掘らから木戸井、竹戸井、土管などで各家の水画面に導かれた。ほとんどが繁栄事業で、末端の町や生端の長者町幹線、北東端の国吉津町幹線は町民営であった。 またの地の半事業で末端の一部が整備されたものもある。主要幹線は道の中央に配置され、両岸を石垣で固めその上に石畳で大井をかぶせた暗挙としていた。サイズは幅3.0から2.0尺新2.0から1.5尺。当初は外挙つまり水路のままであったが、道の中央にあったことから通行及び商売の邪魔となったため後付けで石畳をかぶせた。 この暗挙の著名なエピソードとして、勝成が隠居後に書かれた、早急用おで後に、以下のものが残っている。ある時、勝成ナ港五条下の侍町を通り、非正工事、岡後のもの、水道の上を通りければ、良い非正港は、この下には五家中の侍ともののみ猿水道あり、何とて、その上を通り騒動や。勝成が隠居したのは、官営16年であるため、 早くから暗渠化していたことがわかる。福山給水道の特徴の一つに、もらい道が挙げられる。これは、幹線の街角や分岐点に設けられた方形の井戸で、通常は暗渠と同様に積成の蓋で覆われていた。サイズは、中央一軒四角か三尺四角のものがほとんどで、深さは一軒四角タイプのもので八尺。定期的に浚渫し、 干ばつ時には蓋を取って直接水を汲み出していた。入船沿いの二つの大井戸は船舶給水用のものである。木戸井土管は右上映像外部リンクの動画を参照。どんどん池妙政治前取水扉門現在、当時の遺構がいくつか残っている。ありがとうございます。